笑ったり泣いたり恋したり、明日もきっとそんな私です。甘酸っぱい青春の香り漂うモミーユリナの魅力が詰まったファーストアルバムが、音も装いも新しくなってメジャーリリース、空色日記、ただいま予約受付中、ファームトーンレコーズ。はい、というわけで今回は1979年のオリコンチャートの中から女性アイドル歌手のナンバーでいろいろとクイズを作ってみました、はい、面白かった、これからも面白いと思った方は高評価ボタン、そしてあこれは毎週聞かねばと思った方はチャンネル登録お願いします。ということで、1979年ね、もうこれはもうこの番組をお聞きの方にはもう口が酸っぱくなるほど言っておりますか、はい、まあ、ニューミュージック全盛期ですよ、うん、78年79年とね、まあ、新しいスターが出てきまして、で大体みんなね、その当時だから70年代の後半で言うと、例えば吉田拓郎とか井上陽水とかね、南こうせつとかっていう方々はそのちょっともうね、もう上の世代で、うん、なんかちょっと過去の人っぽかった、僕の時でもすでに、うん、もともとテレビ出えへんやかあの人は、はいはい、だからその子供らからすると、まあ、ほぼ触れる機会がなくって、うん、名前は知ってるけど曲を聴く機会がないっていうことが続いてたのね、はい、だからそこに対してあんまりその、まあ、そういうフォークソングで昔流行ってたよねって感じで、その当時でも、うん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 、でもその中でその新しく出てきた人たちの、例えばまあそのチューリップとかもそうですし、まあ、オフコースとかね、はい、台湾とか、まあ、それはちょっとキャリア長い人たち、うん、だから新しいところで言うとツイストとか五大王とかっていうのはもうドンピシャやから、うん、で言うとそこの、 あのみんな若々しく見えるわけですよ、はい、あのその竹川幸秀とかでもね、お今見たらまあそれはね、もうおっちゃんですけど、まあ、まあ今見たらね、そう、うんうん、でも当時は本当にお兄ちゃんって感じ、うんうん、でしかもその、まあ、みんなそのアイドルじゃないから、まあ、飾り気ない感じやんか、はい、多少カラフルな服が着てたもんね、はいはいはい、だからほんまに近所のお兄ちゃん、こんなお兄ちゃんがいてくれたらいいなとか、でも結構あの当時ピチティでしたよね、そうやな、そう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 今思うとね、うん、割とみんなピチティに、そう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 、なんかこうちょっとねパンタロンというか、うん、あそうで、そうそうそう、ちょっとブーツカットの、はいはい、ね、今で言うね、そうそうそう、で結構あの太もものあたりはこう、はい、パツパツで、あそう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 、割とみんなピチピチで攻めてましたよね、攻めてる攻めてるまあみんなね痩せてますしね、若いし、あんまりね、まあ、その貧乏だったと思うからね、あーそうか、なるほど、そうそう、はい、でもかっこよかったのよ、うん、でなんか新が自分で曲作ってるっていうのがかっこいいやんか、はい、でその表現も今までのアイドルとは違うなんかね自由な表現があったみたいなんで、あそうですね、自分たちで曲を作ってるっていうのがやっぱ斬新だったんでしょうね、 その頃はね、そうだからさっきも言うけど、そのシンガーソングライターっていうともうちょっとおっちゃんらのイメージがあったのね、うん、それはあの大人やから曲作れるやろみたいな、はい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 、うん、でもあ違うとほんまに、ね、先ほど近所のお兄ちゃんとか、まあ、渡辺真知子とかも、うん、なんか近所にいそうなお姉ちゃんにいそうやんか、うん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 、誰かのお姉ちゃんとかいう感じするやんか、はいはいはい、だから、ね、そこにみんなわーっと行ったので、うん、なんかもういわゆるアイドルが出てきても、うん、そんなんでやっぱりその当時アイドルって言ったらもう秀樹とか郷ひろみとかのちころがもうバンバンいるので、うん、そこと比べるとやっぱりね、はい、まだまだやなと思ったりするわけですよ、うんうんうん、川崎麻世が出てきても、あ、まあ、秀樹のなんかもなんか偽物みたいなとかね、はいはいはい、思ったりするわけですよ、はいはいはい、だからそこのちょっとこう不遇なところあったんですよね、うん、でもまあその特に女性アイドルでいうとスター誕生はまだ全然あったので、うん、まあ、そこからまあ毎年のように何組かやっぱ出るわけよ、デビューが、うんね、頑張るんですけど、まあ、そこもねやっぱり山口百恵、まあ、桜田淳子あたりが全然ね、はい、あと岩崎宏美とかまあ出てきているので、うん、あの難しいよねと、なんかこうそこを塗り替えていくのは、うん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 、だから、もアイドルは出れども出れどもベスト10入りはできないみたいな、そうですね、でその中でも特にそのプッシュされていたのは榊原郁恵と石野真子なんですが、へー、榊原郁恵さんプッシュされてたんですか、プッシュされてめっちゃテレビ出てたよ、でもベストテンするのに時間かかりましたからね、あそう曲紹介してないな、はい、ということで、今回紹介しましたのは、うん、松坂慶子愛の水中かね、うん、そして山口百恵ビサイレント、うん、ピンクレディ波乗りパイレーツ、
岩崎宏美、万華鏡、桜田淳子、サンタモニカの風、そして石田真子、日曜日はストレンジャーと、はい、でまあ、ヒントとなった曲ね、まあ、結構アイドルかというと、まあ、その女性歌手でこの年79年で売れた曲っていうとこの人になってくるの で、うん、で当時27歳でしたけどね、松田恵子さんね、まあ、本当にサラリーマンのアイドルみたいな位置づけですよ。すごいね。そらでも当時のおっちゃんサラリーマン、あの時誰や、あでも30ぐらいよね、まあ、サラリーマンでちゃんと、まあ、家族もいてとか。そうですね、ぐらい30です。うちの父がちょうど30あやったんちゃうかな。で30ぐらいでもうなんか例えば山口百恵をファンっていうと、まあ、ちょっともうちょっとあれかなと思う雰囲気もあるやんか、まだそんなの聞いてるのかみたいな。でも松坂慶子ならまあ、ね、夜のドラマ出て、夜の言い方悪いけど、うん、大人のドラマ出てたので、はいはい、でね、10時代とかね、10時代のね、うん、でそんなあんな綺麗な人が、まあ、あのアミタやつってバニーガールやってたらさ、うん、ヒャーヒャー言うわいなって、うん、まあ、そういう意味でのアイドルっぽい、プロマイドも売れてたんちゃうのかな。でも、まあ、ね、倉井さん、郁恵ちゃん話題でしたね。そう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 、おじさんたちもやいやい言うてた郁恵ちゃんって書いてました。いや言うてたかな。だからまあその榊原郁恵、石田真子、石田真子はカローズで19に入ってたんで、はいはい、こう今回紹介しましたけど、榊原郁恵は入ってませんですからね、19年に。あ、1曲入ってたか、ラブジャックサマーが入ってたな、21か。やっぱ夏系なんですね。夏系やね、どうしてもね、どうしても色がちょっと若干黒めでパンパンですね、なんかこう顔がね、なので、今回紹介したのはちょっとだからアイドルといってもちょっとね、まあ、中堅になってきてる山口百恵、桜田淳子、岩崎宏美と、うん、でまあ、ピンクレディと言ってくるので、まあ、そのフレッシュった感じではないよね、はい、だからそういう人たちが、かろうじてニューミュージックと戦ってて、うん、ベスト10に入るか、あ、なんかこんな私も、うん、な中で言うと、まあ、桜田淳子がもう早くも脱落してたと。うん、だからまあアイドルって言っても、まあ、もうずっとこう、うん、キャリアがあって、なんとかギリギリ、まあ、10位以内、まあ、20位以内入れたかなみたいな感じだって、例えばその山口百恵デビューしたのが中3とかいうから、まあ、15歳とかよ、うん、スタタンが出てね、うん、で15歳の山口百恵応援してたのが、まあ、同世代だとしても、うん、もう19、20歳やし、あのちょっと上ね、あの、うん、17、18で山口も応援してた、うんうん、人たちはもうこの79年になってくるともう22、3とかになってるわけやんか、うん、ちょっとパワーはね、まあまあね、アイドルっていう感じでもないしね、だからそれに合わせた楽曲もなってくるから、うん、キャピキャピした曲もなくなってくるやんか。そうですね、それにしても24位はすごいですね、桜田淳子。だからそうなの、ね、なんでやと思う、なぜ桜田淳子は。あ、ちょっとなんかね、うん、なんていうの、その言葉にするのは難しいんですけど、はい、濃いんですよ、味が、味が濃い、うん、だからそのなんて言ったらいいの、なんか毎日、ま、毎食豚骨ラーメンみたいな感じの、なんかこうバターたっぷりみたいな、なんかそういう、 こうちょっと脂っこいというか、うん、それは最初からです、私の印象ね、桜田淳子さんはなんかちょっとこう脂っこい感じが、あ、ちょっとなんていうかな、量多い感じがしました。あ、なるほどね、なんかちょっとカロリーオーバー的な、そうそう、いろんな要素が多すぎて、はいはい、ちょっと受け止めきれんくて胃もたれみたいな感じの、あの印象ね、なんかちょっと言葉にするの難しいんですけど、はいはいはい、だからそれはね、ちょっと言い換えると、うん、なんかあの狙いが絞れてないというか、だからちょっといろいろ足しすぎてる感じ。あ、そうやね、だからちょっとボケてるみたいな、はいはいはい、別に塩味だけでええのにとかさ、はいはいはい、味噌味でスッと締めればいいのにっていう感じ、うん、つまり桜田淳子ってどんな歌手なのっていうことになってくるんだよね、うんうんうん、だから、まあ、まあ爽やかで明るくて青春派でっていうところになるんやけど、うん、そこまでキャピキャピした曲も実はなかったりするのよね、うん、でちょっと達者やし、結構前に歌えるし、なんか悲しい曲も歌えるしみたいな、でもだからといってその山口百恵ほどのなんかこうある種の悲壮感というかが出るかというと別に出えへんし、うん、でそう総合して言うと、あのもの与えられた曲が良くないっていうのは僕の印象だね、それは全部で結局ね、なんかこうこれという曲に当たってドンピシャの曲がなかった。でもなんか代表曲みたいなのはあんまり、結局幸せ芝居になるわけよ。でも幸せ芝居は私はギグに入ってから知った曲なので、まあ、一番あるとあの曲なんでね、そうじゃなかったらもうクッククック青い鳥になる。あ、そうそう、クッククックですよ、もうね、もう、うん、でもあそこしか歌えないですもん。
ああそうやな、その A メロとか知らない。いやでもようこそここ私泣いておりこう吉田心に泊まりますって、まあ、あれしかないよ。あ強い風吹けばくくくどうたらこうたらでどうたらこうたらどうたらこうたらでちょっとサビがあるのか、うん、どうぞ行かないでやだ意外と簡単やなあれ。まあ言うてあれまああれ2曲目やけどまあねそんな15の子に歌わせるのにそんな普通の曲じゃないので、うん、まあまあまあね。まあだからそこそこだよね。そので岩崎山口百恵は最初ああいうちょっとこうねあの年派のいかない女の子にちょっといやらしい歌わせるというね、うん、大人のワールド組があって、うんうん、でまあ宇崎竜童が関わってきてちょっとねこうなんかこうちょっとこうリアルな感じの女性のこうことを歌うっていうからそんなんが成功しましたんか。で岩崎宏美はもともと歌が達者なので、はい、であの、まあ、あの堤恭平が加わってちょっとサウンド的にかっこいいことをやっていってるので、うんうん、ちょっとやっぱり楽曲的におしゃれみたいなのもあったりするとね、うん、桜田淳子そこがなかったのかなっていうのがもうここに来てちょっともうね玉切れな感があって、サンタモニカの風もねだから萩田光雄先生が珍しく作曲なんですけど、うん、なんかこうあのもっちゃりしてるのよね。ね、だから結局そのクックククとかに引きずられてる感じ、うん、これも来て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 サンタモニカでしょ。だからなんかそういう感じにこうしちゃうっていうのはなんか引きずられてる感じあるのかもしれない、ね、だからあの気まぐれヴィーナスね、あの気まぐれトゥトゥビュービトゥトゥビトゥアーってね、うん、であれすごいおしゃれな曲なんだよ、うん、で実は桜田淳子ああいうの歌えるのはちょっとジャズっぽい曲とか歌えるので、はいはいはい、もっとそこ行ったらええの。もうせっかくねこの時で言うともう20歳近くなってんねんから、うん、穴来て来てとかじゃなくて、うんうん、もうちょっとなんかおしゃれな曲だニューミュージックっぽい曲歌った方が良かったなとは思うんですけど ね。ただまあ当時のスタッフからするとそんなまだニューミュージックの渡辺真知子とか に曲を依頼するというところまでいかんやろね、危なすぎて。まあそうですね、うん、まだちょっと山のものとも海のものみたいなね感じはあったかもしれない、ね、そういうのもあっても完全に79年の段階でも脱落していっている中で、うん、岩崎宏美がしぶとくね復活して10位なんですけども、うん、だから岩崎宏美はこれ完全に成功したわけですよ。もうちょっと大人のこれ完全に大人の歌やから、だからここからなんかねもっとあの、うん、カサスの歌を歌うようになったりとかね、なんかそんな感じで、でもってもう大人が聞ける大人が聴いても恥ずかしくないというか、うんうんうん、レコード変えるみたいな歌手にこう育っていくわけですよね、うん、山口もそこまでもそこまで完成されてもさっさと引退してしまうし、はい、でピンクレディの方はもうだからもう完全に2年で賞味期限が終わった感じですよね、うん、77、78、79でもうあの日本でやることはもうほぼなくなって、うん、でアメリカに行って、まあ、失敗してそのフェードアウトみたいなね、うん、もったいないことをしているわけですよ ね。 そうですね、あんだけのことできんのにピンクレディなんて。そうですね、あれを生かせる土壌が日本にはなかったわけですよ。あちょっとちゃんとしたエンターテインメントを、はいはいはい、育てていくという土壌がね、うん、なんかピンクレディもあんだけ、まあ、手探りの時代ですかね。そう、はい、か目先の売り上げが大事とかね、まあ、なってくるのよね、うんで石巻なんかもねこれもデビューして2年目ですけど、うん、その割を送ってなかなかねあの芽が出ず、うん、そうでもそういうのって逆にそのこんだけマーカちゃん頑張ってるといい曲歌ってて、うんうん、そのみんな可愛いのに売れてないっていうのはファンからするとさ、うん、あらもうその必死やもん。そうですね、そこはだから今でも根強いファンがいるのはそこで、うん、自分たちがマーカちゃんを支えないと、うん、ねあの言うたらもう芸能界から消えるかもしれないみたいなこう危機感があるから、うん、だからまあそこをね道のマーカちゃんさんはでまあまあその80年代入ってまあさぞ結婚してしまうんですけど、うん、あの山口じゃあ中渕剛に騙されてね、ああ石巻さんねいやでもなんかあのモーリーがね、はい、書いてくれてましたけどなんかいろいろあっても残ってるっていうのは、うん、そうあの素晴らしいという感じでね、うん、書いてくれて紆余曲折あっても未だに残ってる石巻さんということでね、だからちょっと本編でも言いましたが、まあ、この頃のそのアスタタン系のね作詞はほとんど秋代先生が担当してて、うん、だからまあもうちょっとやりすぎて仕事しすぎてて、うん、あのちょっといろんな歌詞に無理があるなと僕は思ったりするんですけど、うん、仕掛けが多いというか、うん、でもだから狼なんか怖くないでもだいぶ攻めてるし、うんうんうん、次私のドンとかね、あなんかそういうなんかこうやっぱりピンクレディに成功したのもあるかしらないけど、うん、やっぱちょっとこうねフックをいっぱい入れてるんですが、はい、石田真香それで言うと、はい、デビュー曲から吉田拓郎やったよね、うんうん、狼なんか分かんないとかあるので、だからそこをちょっとそういうところに発注したので、うん、ちょっとやっぱ楽曲のねあのオリジナリティというか、うん、もう森田浩一じゃないやろっていうところだったと思うんですけど、はい、森田浩一さんで悪く言ってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、まあ、なんかこう差別化ができひんという意味でね、はい、
で、あの今日は堤恭平がやってきて、まあ、堤恭平に曲依頼したことは大体間違いないので、うん、この日曜日のストレンジャーという曲もファンの間も人気高いです、かっこいい曲ですからね、うんうん、ジュリーがライバル、ジュリーがライバルとか、ね、あれ誰やったかな、あれはまた別の人なんですけどね、あ、違うんですね、プリティープリティーは堤恭平ですね、あー、めっちゃ良いです、プリティープリティープリティーってやつね、そう、だから悪友先生 のちょっとこう凝りすぎててフックのない歌詞に対して、うん、堤恭平先生はめっちゃ上手に、うん、でこれもちょっと裏話とかあれなんですけど、その日曜日はストレンジャーでも、日曜日はストレンジャ ー、仮面つけて生きていいのよ、日曜日はストレンジャー、私じゃ私じゃないと、こうなんかサビのフレーズに違う メロディをくっつけるということをよくしはるのよね、うん、なんかサビが多いみたいな、うんうん、そのなんかよくできた曲でね、面白いんですけどね、うんうん、とか、まあそんな感じです、はい、大体納得いただけました、はい、はい、ありがとうございました、まあ、いい曲が79年78のいい曲がたくさんありますので、うん、はい、また聴いていただければなということで、はい、面白いなと思った方は高評価ボタ ボタン、そして、忘れずにチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、うん。